にちは、ふみです。しげです。本日はですね、はい、テニスの王子様の当たりキャラランキングベスト5発表していきたいと思います。さあさあは卓球ということで、はい、恒例のランキング企画ですけども、うん、はい、まあ、個人のね、うん、お互いの見解なので違うなと思っても優しくコメントしていただけると嬉しいです。皆さんのランキングもぜひコメント欄に書いてください。はい、ということで、はい、早速5から、5から今回むずくない？むずい、めちゃめちゃむずいなんかむずいよね。何のキャラを使ってるか、何のリーダーを使ってるかとかにもよる、だいぶ。じゃあ第5位、はい、どっちから？ああ、どうぞ。あ、いいんですか？はい、じゃあ第5位、はい、でん、アートベ敬語、アートベ様ね。星8ですけども、はい、あ、でも私本当に星8一体思ってないんで、うん、解説というよりは、うん、印象で、うん、印象なんですけど、うん、まあ水パーでさ、うん、全然使っていけるよねっていうサブで。まあね、うん、サイリアですから。まあ、操作負荷を持ってるのと、うん、十字持ってるのが個人的には結構でかくて、うん、やっぱ素で持ってるっていうのは、いや本当そうよ。あのその分さ、アシストとか考えやすいじゃないですか。マグニートとかね。うん、そうそうそう、チャコルもそうだし、うん、そういうキャラで意外と重宝されるんで。そしてスキル、ロック解除陣、うん、素晴らしい。いや本当にさ、使ってないからあんまり詳しいことが言えないんですけど、うん、まあ、武器もね、ドロ強モリモリの、ドロ強モリモリで L 字もつけれる、はい、うん、でこのさ、バリアの影響を受けない変化するやつ、うん、相手の色変えるやつね、これさ意外とまだ少ないじゃないですか。少ないよ、全然。これだから、まあ、あったら便利だよねっていう感じしますね、うん、はい。でこっちの武器も、まあ、スキブアって耐性も詰めて2ターンヘイスト、それは強いよ、うん、これは強い、うん、っていう感じです。はいざっくりまとめたな。ざっくり、はい、はい、第5位、私の第5位はダニシ。アニシランクインするんだ。しましたね、すごいな。その本当に汎用性で見たらタニシは今後もちょいちょい出番あるんじゃないかなっていうのがあって、おー、まず進化前でいくとリーダースキルかな、4個以下で消せない、うんうん、で、列、まあ、6個以上で20倍の固定1ダメージっていう、まあ、周回に使ってください、ランダムに使ってくださいみたいな方面のリーダースキル持ってて、自分自身は HP も詰めてスキブも詰めて無効感もできる。で武器ね、これは破格ですよ。闇列3つの闇花火武器ですよ。火は強いね。で炎波も2ターン継続のあるから、ここは花火で抜いて次は列で、でもう1個の武器に関してはグラビティ持ちですよ。 30% グラビティで自分の攻撃力も10倍ついてるからっていうさ、なんか全形態結構ぶっ飛んでんだよね。確かに。タニシ。最低レアにしてはね。うん。いや全形態ポテンシャル高いんで、今後ちょいちょい使われるんじゃないかなっていうところで5位です。おめでとう。タニシ。出世。大出世。やるやんけ。第4位。いきます。お願いします。てん。戦国清さん。ああ、ここで来たか。戦国さーん。それ煉獄さん。私が強いなって思うのはやっぱ武器かな。ああ、四体格武器。うん。うん、まあ、一体所持だったら武器でしょうね。うん。HP 漏れて、回復力も 20% 上げられて、で耐性も詰めて、で4単位格で、回復力、攻撃力、炎波。全部ある。これはもう人権レベルじゃない？仁義、仁義。仁義。武器じゃない、仁義。仁義か。これは。いやこれはねちょっと欲しかったなっていう。確かに柳から2台も出るんだったら戦国難民で悩んでる人多そう、うん、戦国は使うよ、残念ながら。残念ながらね、これはスルーはできないかな。これ欲しかったなっていうところでもう4位、この武器だけでもう4位。私の第4位はアトベ法律事務所。お、先ほどそうですね、ふみちゃんの5位、はい、だったアトベですけれども、やっぱり、まあ、本体もその一旦スキル持ってるっていうところで、ここにクルセイダー武器乗っけて運用するっていうのが
やることはそんなに大したことしないんですよ。そので、1ターンで発揮陣打ったら次また8ターンなんですよ。で、8ターンかけて使えるのが6会場陣3色陣ってだけなんで、これはもう最初1段階目で最終段階行ったら最終段階のスキル使わずに後ろのアシストガンガン使うキャラで運用してあげると強いんじゃないかなっていうのがありますね。覚醒も有能だし、うん、どっから声出してもで、まあラケットも強いんですけど、やっぱり特殊騎士ですかね。スキブドロ強耐性の2ターンヘイストの、あとミズロック目覚めがね、活躍するんだ、活躍するんだ、活躍するんだよ。ってことで4位です。おめでとう。はい、はい、第3位いきます。でん、手塚治虫。違います。こちら特定ガチャのあるね、着せ替えドロップの子ですね、うん、だって超コンボ強化がさ、もう2つついてる時点でさ、うん、火力出ます。出ますね。そして L 字、うん、まあ、素で持ってるの偉いし、うん、まあ、やっぱ水の L 字といえばロイヤルオークとかいますね、にハマってくるんじゃないですか、うん、で、スキルがルーレット先生の、うん、ダメージ吸収無効化、うん、強いね、まあ、15ターンではあるけども、この組み合わせのスキル持ちはまだ全然いないですからね、うん、で、進化スキル進化すると、落ち込んなし6解除水先生ですね、うん、回復消さないやつね。そう、これがね、えらいよな。変身キャラだもんね、完全に、うん、しかも2ターンで打てるっていうところ、うん、やっぱね、回復消すのは良くない。いや、そうよ回復消すのは良くないから、こういうのはね、運要素がもうなくなる時点で強い、うん、武器、L 字、漏れます。そしてもう一個の方は、うん、回復力漏れます。まあ、よりこっちだよね、強いね、うん、いや、やっぱ回復力たまに壊れた時あるけどさ、今ナコジャ武器かな使うとしたら、はいはいはい、だけどもう一個選択肢として回復力強化3つ、うん、スキブもあって、うん、ヘイストもあって、そこよ。いや、これもアトベと同じく、そうそうそう、スキブヘイスト武器なんよね。で、耐性もあって、そう、しかもちゃんとスキルも強いよ。サブ指定派もね、面白いんだよね。うん、確かに使ったことないけど、サブ指定派もまだまだいないからね。うん、おすすめ、おすすめ、使ったことないけど持ってないからでしょ。はい、はい、私の第3位、雪村。出た。この子はだいぶ4次元で見たんじゃないですか。見たよ。いろんな人がね、デイトナのサブに入れてたと思うんですけど、このキャラはやっぱり、まあ火力も出せる覚醒をしているのと、うん、スキルがね、最初は、4種全回復、それもすげえんだけど、最終段階威嚇としても使える、うん、これはで、ダブル吸収無効、2ターン継続のダブル吸収無効としても使えるが8ターン。ポロネ泣いてるよ。威嚇が通れば威嚇として使えるし、まあ便利よ、まあ便利、まあ便利。まあ、武器に関しては全然悪くないんだよ。ラケットもさ、スキブ武器でありながら3ターン威嚇とか、うん、で、もう片方に関しては防御力ゼロに2ターンヘイストっていう、その周回系の要素も兼ね備えてるみたいなさ、うんうんうん、っていうところで、まあいろいろ強いけど、やっぱ本体ですね。デイトナ持ってる方はいっぱい使ってると思う。デイトナ持ってる方はデイトナ持ってる方はね、はい、はい、では第2位いきます。はい、でん、おー、雪村誠一。はい、雪村さんね、まあ、さっき言ってたんですけど、はい、本当にデイトナーパーでよう見る、うん、最近だってもうデイトナーで使ってくださいっていう、今後光のウェイで出てきたらそういうことだよ。うん、そういうことだよ。デイトナー強いんだよ。だってキティちゃんもそうだもんね、うん、バルキ、ハロウィンコットンとかね、うん、バル、まあ、さっき性能言ってたんですけどいろいろできることがいっぱいありますね。ありますよ、うん、以上。はい、じゃあ私の第2位、越前。越前はシーウルフで使ってびっくりした。おお、それこそデイトナ持ってないから、僕が4次元クリアしたのはシーウルフですけど、越前を入れてからだいぶ突破力上がりましたね。おお、このキャラはその
シーウルフが毎ターンその木とか光とか変換してっちゃうから3色攻撃強化発動むずいんじゃねってなるんですけど、それがね火闇の闇枠入れとくとそれだけで解決するんですよね。全然その、3色が簡単で、で超覚醒で超コンボ強化持つからもうずっと42億出してんよね。そう、それがやばいのにプラスして3段階のスキルをループしていくタイプの進化スキルなんですけど、どこも有能なんだよね。あとまあ最終段階ですよね、これが4次元のミルに刺さるんよ。あ、そうなんだ。変身前ミルかな、最後の最後の1個前のところとか、まあ無効貫通でカウントダウン中に決めに行かなきゃいけないところとかあるんですけど、そこで5倍のエンハンスをかけながらの5コンボ加算をかけながらの無効貫通スキル決めて、強えよ、でこのキャラがだから42億42億出せるのは確定してるんですけど、まあ、他のキャラも同等の火力がこのエンハンによって出せるようになってミルが削りやすくなってとか、人にまだまだだねっていうぐらいのことはあるわ。さすがっすね。俺はちょっとねマジでシーウルフ今後もガンガン使っていく人は本当に交換検討した方がいい。で武器に関しては僕まだ一回も使ってないんですけど、まあだからそれこそラケットもシーウルフと相性いいし、覚醒的にもね、で特集記事の方もスキブが積みながら、あとステータスも盛りながらっていうことできるし、でもこのキャラに関しては本当に本体の性能がピカイチですね。おい、これでいいですか。はい、おい、いいです。その上がいるといます。なるほど。1位、はい、の発表いきます。はい、あー、腰前さんね。腰前さん1前だよ。腰前さんはね一番欲しいのよ今。交換したいなよシウルフ引いたじゃん。そうなの、シウルフを引けたもんだから1位になりました。マジでおすすめ、マジでおすすめ。いやだってうちも動画見たけどさ強いやん。でポップとかさ入ってくるけどさ、お邪魔完全体制とさ暗闇完全体制とか体制かぶんないしさ、ドンピシャドンピシャ。でも先ほど解説はしていただいたんですけど、個人的に一番いいなって思うのは、この最終段階で無効貫通できるじゃないですか、はい、自分がさ無効貫通の覚醒持ってないから、それもいいよね、噛み合ってるよねっていう、自分自身を補ってるというか、がいいなって一番思いました。ありがとうございます。で、まあ、3色に関しては私も最初ええって思ったけど、使ってないから分かんないけど、そうね、まあ、さっきの話聞いたら、全然いけるんだろうなって思いました。いけるんよ、闇が結局盤面に残るんよね。確かに残る。そうで、闇属性のキャラ入ってればそれだけでも3色満たしてるから、いいっすね、一番美味しいのよ今。いや、した方がいいよ本当に結構きついのよ。もうこの動画上がってるの週末で、で週明けからもうマガジンになっちゃうから、大魔女がいなくなっちゃう、まあ、ギリギリまでちょっと迷っとこうかなっていうぐらい欲しい。もしかしたら土日踏みパスで交換の動画が上がるかもしれないけど、わからない。では私の第1位を発表したいと思います。私が選んだ第1位は戦国。おー、1位なの。まあこれ当たりキャラランキングじゃないですか。はい、越前は好感があるじゃんっていう意味でいくと、そのガチャの当たりとしては星7の方が当たりなんよ。やっぱり戦国は、まあ、武器がね、そのステータスも耐性も積みながら4単位角、これはもう破格です。いやー、壊れてます。欲しかったよ。壊れてます。ハマった時に持ってないことを後悔すると思います、間違いなく。で、本体に関してはやっぱりこのね2ターンルーレット、2ターンスキルでルーレット、まあレムーがこれをゲットしましたけど、まあレムー変身キャラっていうのもあるし、このキャラに関しては、2属性持ってるっていうのもいいところだし、いやもうスペックが高すぎる。僕はもうぶっちゃけラケットとこの最終段階のスキルだけでこのガチャの中では頭一つ飛び抜けてると思って1位にしました。おお、なるほどね。はい、1位かぶるかなと思ったけどかぶんなかった。星前さん2位ですね。それはだからその当たりランキングっていうのを考えた
らそうなった。なるほどね、うん、という感じでした。はい、次回はマガジン。マガジンですね。通り部とね、永遠が性能もちょくちょく発表されてますけど、はい、次回も神5かなやろうと思いますので、そちらお楽しみに。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それでは。